こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先行争い何が行くんでしょうか。ダリアズドリーマー前に行きそうです。イージーシスティーナそれに続いています。さらにはシグナルプライズ8番マウントキャップその後ろプレンティーオブグレイス後ろからになりそうです。それでは先頭からイージーシスティーナ先手を取りました。並んで8番マウントキャップダリアズドリーマーすぐ後ろその隣にフローレスリーその横にシグナルプライズニューアレグロこの馬もこのグループアムールルーラそのうちに続いています。並んで3番シルキーコンフィデンスキャロットヘブンこの馬もこのグループ。ここまでほぼ平均ペース展開への影響はなさそうです。前はイージーシスティーナマウントキャップほとんど差がありません。3番手に進行ラブリー絶好の手応え進行ラブリーいい位置鞍上のゴーサインに応えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はイージーシスティーナ最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わって進行ラブリー残り 200m 先頭は進行ラブリーダリアズドリーマー必死に追う。2番手はダリアズドリーマーやはり強い進行ラブリー進行ラブリーゴールイン進行ラブリー1着2着はフローレスリー世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。進行ラブリーまさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはハロークリスタル綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくハロークリスタル行きました。続いて前へ行くのはミホノブルボンさらにはプリンスシェーバー1番ザジュディその後ろホタシャー後方に控えました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはハロークリスタル2番ミホノブルボン2番手を追走しています。白の帽子ザジュディその後ろこの辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。もう一度先頭から見ていきましょう。ハロークリスタル先手を取りました。その後ろからはアンダーワンダーミホノブルボン後位をキープ。その外からイッツオールグリークトゥーミー内からはザジュディその外からポットシアター内からはクリムゾンゴージャス並んで6番アイスサンドラ内からはオートキャニオンその外からパラダイスクリーク並んで9番ビエンビエンミュージックデューすぐ後ろしんがりからポタシャーここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。アンダーワンダーハロークリスタルほとんど差がありません。プリンスシェーバー3番手ミホノブルボンいい位置果たして先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はアンダーワンダーミホノブルボン2番手ハロークリスタルその後ろ最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ先頭はミホノブルボン残り 200m ミホノブルボン後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。2番手はホタシャーン完璧です。圧倒的な強さを見せましたミホノブルボン1着2着はホタシャーン世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ミホノブルボンまさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのエプソムダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな
出遅れはありませんでした。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。東海帝王前に行きそうです。ムータラーン、それに続いています。さらにはニュースカラーズ、11番オイスターモントレー、その後ろ。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはムータラーン、16番東海帝王、2番手を追走。内からはヴィンテージクロック、ニュースカラーズ、そのうちに続いています。その外にバーボンパレス、もう一度先頭からヴィンテージクロック、先手を取りました。その外からクラフトトリガー、好位置をキープしています。東海帝王、ニュースカラーズ、そのうちに続いています。その外にムータラーン、並んで5番オペラハウス、その外にキャッスルアクト、その隣にバーボンパレス、すぐ後ろにオイスターモントレー、オールアットシー、そのうちに続いています。すぐ後ろにアーバンシー、 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から、先手を取ったのはクラフトトリガー、16番東海帝王、2番手を追走しています。内からはオペラハウス、さらにはムータラーン、並んで4番ニュースカラーズ、キャッスルアクト、この馬もこのグループ。内からはヴィンテージクロック、並んで3番オールアットシー、オイスターモントレー、この馬もこのグループ。トッテナムコーナーを回って長い長い直線に入りました。先頭変わって東海帝王、東海帝王先頭、2番手はニュースカラーズ、追いすがります。やはり東海帝王先頭だ。東海帝王いっぱいになった。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。東海帝王先頭、1馬身から2馬身のリード、残り 200m。 東海帝王先頭だ、リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はオペラハウス、東海帝王1着、東海帝王完勝、東海帝王1着、2着はオペラハウス。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。東海帝王、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのは竹のベルベット、残り 200m、 先頭はスイートビジョン、先頭はスイートビジョン、スイートビジョン先頭、竹のベルベット追いすがります。スイートビジョン、スイートビジョン1着、2着にはどうやらミルプレス、見事に勝ちました。スイートビジョン当選リズム完敗です。着外に沈みました。